こんにちは、ミニモン級の世界主要4団体制覇チャンピオンの、高山克成選手に、現在 WBO チャンピオンのエルミン・ソト選手から、対戦オファーというところ であとは、その契約書にサインをするだけだと。でその場合、正式決定というところで、5月8日に行われます、カネロの、興行に出場されると。で、ソト選手といいますと、戦績の方はですね、19戦18勝、12KO1 敗といったところ で今回が3度目の防衛戦に、高山克成選手を迎えると。で高山克成選手といいますと、戦績の方が、41戦32勝 12KO、8敗1無効試合といったところでね、もう本当にね、高山克成選手といいますと、東京オリンピックを目指したね、期間であったり、JBC をね離脱して、海外に拠点を置いて活動したりとかね、いった本当に、豊富なね、キャリア経験を持った選手で、先日はですね、現在 WBA のスーパーチャンピオンの京口選手とのね対戦したいっていう話もあったりってところで、どうなるのかっていうふうに、期待されてたとは思うんですけど、今回ね、WBO チャンピオンの佐藤選手からのオファーってところで、そちらの対戦を、優先的に考えているといったところですね。これでね、高山克成選手が、佐藤選手を食った場合、京口選手との、統一戦、もしくは、ケンシロウ選手との統一戦なんかもね、大いに考えられるかなと思いますので、高山克成選手にとってみたらこれはね本当に願ってもないようなね、機会、もう絶好のチャンスだと思うんで、ぜひねものにしてもらいたいというふうに、一ボクシングファンは思いますね。はい、でところですね、本日は、高山克成選手、が、現在 WBO チャンピオンのソト選手から対戦オファーといったところでした。はい、で決まれば、その試合はカネロ選手と同じ試合に出場するというところでした。はい、以上です。